酔っ払ったらなんかセコハラされるとかは。おじいちゃんあんまりしないから。即係東京生活情報咧，係講好多著數嘅情報嘅。咁咧，原來喺大阪咧，好多時咧就要講價。咁講價要點講？もう一度お願いします。安くしてくれますか？の関西弁は？勉強してや。ちょっと勉強しといてや。勉強 ，thank you， 日文解作學習温習嘅意思。關西人中意用勉強一詞去討價還價，寓意商人努力將價錢降低。一般上年紀嘅關西人比較常用。勉強してや。ほんなら300円負けとこうか。もっとなんだよ、もっともっと。もうちょっと勉強できへんかな。もうちょっと勉強できへんかな。もう一声さ。もうちょっと勉強すれへん。築地やそんな感じ、そんな感じ。勉強になりました。今度使ってみよう。勉強しといてくれた。おお。いくらなるんやろうな。関東の方もわかる？この笑いところ。わかる。ごめんなさい、わからなかった。我哋咧講緊關西弁，關西人會講關西話好正常。但係咧，我身邊呢一位關西人咧 ，Hello， 我係 Jackie， 係講廣東話㗎。我好耐之前咧下街嚟都係學過廣東話，翻到日本嚟之後咧冇乜機會講廣東話咧。今日咧終於識到一個香港朋友啦，好開心，好開心你 ，Thank you。今日咧學咗啲咩廣東話？哦，做兵啊！兵又称观音兵，形容男士居多，为了追求异性，愿意做各种差遣。兵通常被异性呼之则来，挥之则去。日文的相对词语有 keep 军、后备军，未能升格为恋人，在泡沫经济时代的日本较常出现。2000年后开始减少。呢啲后备军一般再细分三种 ：ash 军持有名车为倾慕的女性管接管送 ；mesh 军请倾慕的女性食高级料理 ；mizu 军送名贵礼物俾倾慕的女性。我哋做过好耐好耐兵啊，好辛苦啦，好想喊啊！好啦，日本啦、韓國啦，我都做過兵。各位男性朋友，你哋有冇做兵嘅經歷？可以喺個 comment 度分享一下。係係，都係我個青春時代。即係而家醒覺啦，唔再做兵啦。啊！有陣時有啲想。咁你最中意啲，譬如喺香港啲乜嘢？性格。啊，即係香港人嘅性格。香港嘅性格。香港人啲咩性格？關西人啊，關西人性格咧比較似香港。有話直接講，有話直説，係啊，都同東京人有啲唔同。我好中意香港人，但係咧，我英文名字就係 Jackie Chan 成龍啦 ，I love him。如果成龍睇緊呢條片，你有咩想同佢講啊？我真係掛住你。My dream is to get to know you。如果有機會咧，你東京站，我可以接你啦。做佢個兵啊！做佢做乜冇問題。去到黃昏依然是很虛冚的，咁跟住有些鋪頭就會可能話增量咯，再晏啲就會割價咁樣咯，點會越嚟越多人買嘢咯？我覺得太 festival 咧係最虛冚的一個，其中一個。いただいてよろしいですか？食レポ食レポ。食レポ。全然変だ。美味しい。カレーどう？美味しい。カウンターどう？美味しい。お得ですか？お得です。満喫。どうぞ味味。めちゃくちゃ。これもプライスだ300円。300円。どこも300円だ。はい、今何時？6時。6時過ぎたら300円ですよ。買うタイミングは6時です。今日のタイフェスティバルこれでおしまい。皆さん今日楽しかったですか？このビデオもし好きだったらグッドボタン押してね。登録忘れないでね。またしましょう。バイバーイ。